サカツク04、始まります。コピーしたデータを使い、好き放題に補強、そのデータがかなり枯れるまでをワンセットとした場合。それを行う前までは、選手名鑑に追加されていた選手が73人でしたが、ワンセットが終わる頃には、97人にまで急増していました。まだまだこの作戦は使えるので、どんどんやっていきましょう。今回はメインデータが、43年目を終える段階まで進めます。一体、1年間で何人増えたのか。メインデータは10月、43年目が終わるまで、数回まで調達チャンスがあります。ワンセットが終わったので、新たなコピーデータも転生する時代になっちゃいました。うちのチャンネルでは。巻き戻したデータは、スカウトも結局戻るので、誰か探さないといけないですが、ちょっと行動を変えれば乱数も変わるので。クレイルというスカウトもいたことだし、このスカウトを雇います。ジュキャナンくらいしか選手名鑑に追加できそうな米がなかったですが、ジュキャナンと繋がってるなら十分です。さらにケイナスというスカウトも雇用、バウアー以外はこれからかな?もう誰が追加されてないかわからなくなりそうです。早速コネのある選手に声をかけていきますが、ジュキャナンがすぐ交渉成立します。普通に育てたい、ご存知ジュキャナンですが、そんなジュキャナン、総額150億を超える金額で契約です。スカウトはもう一枠、デラルーショを雇用します。6人とコネがある、この中で追加していない選手を取りましょう。しかし、ジードは交渉できず。代わりにボクツが交渉成功。獲得へ。やっぱりやり直してスカウトを変えたことで、また潤い始めています。さらにベラート、とにかくコネのある大物に声をかける生活。そのベラートもお金を積んで契約し、秘書にもお金を積む、いかがわしい経営者、いや、勝手にこんな格好してきてるんだよな。そして、メインデータに3人選手を移動、これで大台確定かな?いよいよこのシリーズ、3桁に向かおうとしています。それでもまだ半分も到達していないという恐怖の企画、ですが、ペースはすごく上がっているので、半分到達は近いでしょう。交換したので、再び調達作業、今回はレジェンド級ではない選手に声をかけます。いいスカウトが出なかった場合は、こんな感じで手頃な選手に声をかけます。交換ポイントが釣り合わない問題が出てくるんでしょうけどね。これによりすぐ3人確保、メロ、パグラーもゲットです。とにかく交渉できるのなら、取っておきたい、特殊なコメントがないならコネがなくても可能性はあるはずです。なので、狙ってどこかのページを埋める、というのは正直難しいですね。結果埋まっている、そんな流れです。さらに補強マンネリを防ぐため、ケイナスから、フランスの選手とコネがあるデュマに変更。一人でも二人でも取れそうな変えていきます。さらにジョルタスというスカウトもいるところ、アラビレイズくらいしか残っていないかな?一点狙いでもいいからチャンスがあれば変えます。アラビレイズとピエールに声をかけ、こちらも成功、もう、わけがわからないのは今回も続いてます。これだけやって半分もいってないんですよ、わけわからないです。アラビレイズはアルゼンチンのミッドフィルダー、スタミナお化けですね。獲得したことはないなぁ。ピエールはフランスのフォワード、サカツクヨーロッパなら取ったことがあるかもしれません。ダメだ、疲れた。もう、1年終わったところの選手名鑑見てもらおう。
前回から、メインデータの11月、12月と受け取る機会がありました。もう細かく見せる気力が今回ありません。選手名鑑でわかるし。選手名鑑があるページだけ今回はめくっていきます。大台は超えたというタイトルなので、もちろん超えております。それでもまだ半分も埋まっていないので、スカスカしている選手名鑑です。この動画を出している後くらいだと思いますが、作業配信的に、YouTube ライブで配信をしている可能性があります。もうこれを繰り返している今、黙々とやる大変さを味わっているので、コピーデータで調達している作業をしながら、お相手していただければ、なんて思ってます。メインデータを出すと、今後の動画のネタバレ感が出るので、あくまでもコピーデータで選手調達をしている間のみになるでしょう。早くゴールしたいというのもあるんですが、半分到達、200人到達、そこは、集中的に頑張って目指したいんですよね。でも遠い、助けてくれ、という気持ちもありつつ、目指すのは自分自身なので、やるしかないんだ。こんなスッカスカであろうとも。はい、ということで、最終的に102人となりました。残り、182人？残り人数を計算すると怖くなったな、今。動画を遡ってみると、数を数えすぎてわけがわからなくなっていた、43年目1月の時点では、74人でした。ということは、102-74、28人の増加となりました。この作戦は大成功すぎますね。チームバランス壊れそうですけど。クラブの人気とかすごい下がりそうですけど。チームバランスを考える余裕もなくなりましたし、プレイスタイルは大きく変わっちゃいましたが、もし困るほどチームの力が落ちても、コピーデータから即戦力も拾えますし、問題は、そっちも解決気味です。何人かこっそり、こちらのデータに即戦力日本人選手を移動させましたし、とにかく今は、選手名鑑を埋めていくしかない。確実にどこかのタイミングでペースは絶対落ちるので、貯金を作っておくような感覚で、今はハイペースで埋めています。いや、序盤のペース遅かったから貯金もねえだろって話ですけどね。自落的になると口が悪くなりました。すいません。本当にとにかく今は、このスタイルに欠けています。選手名鑑が埋まる瞬間が自分も見たいので、それに向けて集中していました。今回はここで終了します。早い段階で、半分は到達したいですね。ご視聴ありがとうございました。